鶴亀城は、長崎県雲仙市国見町にある東西350メートル、南北450メートルの大きな山城跡である。別名、神代城、美野、鶴城。現在、本丸跡は、神代神社、稲荷神社となっており、二の丸、三の丸、大手門関は、田畑が広がっている。鶴亀城の市場として、西にシリム城、長浜城などがあり、東に、 霧戸一人で、大坪城、浅井城があった。大手門は北側にある海辺に存在し、高さ25メートルの天守があったとされる。南北朝時代、神代起役により築城されたとされる。以後、戦国時代末期まで、熊城市の居城であった。1584年の沖田縄手の戦いの時には、龍造寺軍の本陣でもあった。その折、 有馬晴信は攻撃するも攻略不可能と判断し、それ以前以後も戦闘による、陥落経験のないとされる難攻不落の城であった。豊臣秀吉の天下統一後の九州国分では、鶴亀城を含む神代地区は佐賀・鍋島市の市販に割り当てられた。江戸時代初期、鶴亀城の整備が行われたが、一国一条例により、取り壊され、廃城となる。 慶安2年に成立した、非全国の同調、人代の古城城には次のことが記されている。山城である。高さは9軒あるいは6から7間の間である。本丸の規模は、南北45軒、東西27間である。二の丸の規模は、南北70軒、東西104である。城の四方、および本丸、二の丸の間に、カラーボリア跡がある。本丸に一箇所、 二の丸に三箇所の井戸がある。城の四方は竹林で、城内側は畑として利用されている。総構えを構成する防御施設等はない。城の北は逃避型で、船を係留することができない。城より高い山は周辺にはない。また、温泉学より二里以上離れている。城の東に小川がある。東、南、西が平地で、東。 南が浅田、西は若干深田である。ありがとうございます。